クラーベセクレタは、地方競馬全国協会に登録されていた競争馬である。主な勝倉は2010年東京2歳優秀品馬、2011年、羽田坂月、東京ダービー、ロジータ記念、クイーン賞、2012年スパーキングサマーカップ。クラブ法人、サンデーレーシングの所有馬であり、募集価格は700万円。北海道競馬の広島舎へ入し、 6月1日のフレッシュチャレンジでデビュー。金正コンコルドに次ぐ2番人気に支持され、金正コンコルドに3馬審査をつけて逃げ切り勝ちを収めた。続く a 会干では、道中2番手で追走し、逃げるクイックスターをかわして優勝、重賞初勝利を挙げる。その後は中央競馬のオープン競争に2度出走したものの、いずれも着外に敗れている。 北海道に戻り、フローラルカップに勝利した後、地元で行われる、ダートグレード競争のエーデルアイスショーに出走した。単勝1.8倍の圧倒的一番人気に、支持されたもののこれまでとは違う後方からの競馬となり、勝った JRA 所属のリアライズの夢は愚か以前任した、ことがある地方馬にも届かない4着に敗れた。 その後船橋競馬場の川島正幸厩舎へと移籍した。移籍初戦の東京23優秀品馬に優勝し、移籍後初勝利を挙げるとともに、この年から創設されたグランダムジャパンの2歳チャンピオンとなった。2月のユングフラウ賞に勝利。その後は、大花賞が東日本大震災の影響で中止になったことを受け路線を変更、景品杯へと出走した。 一戦級の馬が相手だったがこれを二馬身半差で逃げ切ると続く南関東三冠、第一冠の羽田坂月も七馬身差で圧勝した。京浜坂月、羽田坂月ともに品馬の優勝は1992年の柏津プリンセス以来19年ぶりである。そして二冠を目指した東京ダービーでは追い込んできたベガスを一馬身を抑えて優勝した。 ンバの東京ダービー制覇は1991年のアポロピンク以来20年ぶり、南関東2冠は1989年のロジータ以来22年ぶりの快挙である。南関東3冠を狙ったジャパンダートダービーでは3着に敗れ、3冠はならなかった。さらには、レース後に採取した尿から禁止薬物のカフェインが検出されたため、7月23日に、 失格の処分が下される事態となった。秋初戦のレディスプレリュードでは2番手追走も直線では伸びず5着だった。続く、ロジータ記念では単勝1.1倍の圧倒的1番人気に応えて優勝した。続く、クイーン賞でも1番人気に支持されると、JRA 勢を抑えて優勝、交流重賞発制覇となった。 2月29日のエンプレス杯に出走予定だったが、降雪によって開催中止となってしまう。4月4日のマリーンカップでは4番手で追走し、直線でミラクルレジェンドと釣れるように外から伸びてきたが2着。白鷺賞では2着に7場審査をつけて圧勝した。7月4日のスパーキングレディカップでは2着となった。8月22日のスパーキングサマーカップでは、 久々の勝利を挙げるも、その後は勝ちきれないレースが続いた。この年は7戦するが5月の川崎マイラーズの3着が最高で惨敗続きの年であった。2月5日の金杯から始導したが9着。3月5日のエンプレス杯囲4着を最後に現役を引退。3月19日に、引退後はノーザンファームで繁殖品馬となる。5代母。 リーガルグリームは、フリゼットステークス、セリマステークスカチウマで、子孫には、AI リーディングサイアーのケルリアン、日本輸入シュボバのビジョン、スキャン、グロウ、日本サンバでは、ゴールドヘイロー、ロードプラチナムなどがいる名品。ただ、日本に輸入された祖母、リボーズシークレットの子孫からは、クラーベーセクレター以外の活躍場は出ていない。ありがとうございます。